あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。心が叫びたがってるんだ。永井達之監督最新作。目玉にほくろあって大物になれんだってよ。俺ら目玉スターだな。目玉スター。きっと僕たち両親を失い田舎で二人暮らしの姉妹。東京行きます。バンドで天下取ります。就職だ。この手のセリフ前にも聞いた気が。二人の前に現れたのは真の姉のかつての恋人真之介。そして真の13年前から来たもう一人の真之介。生きる？なんでこんなことになっちまってんだよ。花火をドンドンドン。バカにしてた。やってきました色男。知らんが。ババアになったな。めちゃくちゃ可愛いババアだ。え、茜は私のせいで。お前のせいなんて誰も思ってる。誰も彼も思ってるよ。だから私がここを出る。いつも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 君が君が。できるに決まってんだろ、お前ならな。こんなとこでずっと終わってくなんて。黙れってろ。なんでやめちゃうの。ダメ、続けて。それじゃ進路がいなくなっちゃう。ありがとな、目玉スター。泣いて。空の青さを知る人よ。